動画の視聴ありがとうございます。えここでは私が担当する新全日専科講座こちらの年明け以降のカリキュラムを説明していきます。年明け以降こちらやることは復習アウトプット応用力の育成この3つになります。復習に当たるのが一番上全科目卓越各問、コンプリート講座というものです。こちら過去問 本試験で一回ずら問題です。で、こちらをちゃんと克服することが基礎力につながってきます。年内でも過去問を解くことは指示します。それを潰していくのが1月以降の皆さんの課題になります。ここは主に年内の知識の復習をし、過去問を潰す作業になります。復習です。そしてアウトプットにあたるのがこちら。 生戦討練実力養成編ですこれは範囲指定のあるテストと思ってくださいこのページからこのページだよと決まっているテストと思ってくださいで、この部分はこことリンクしますテスト範囲が決まっているその部分に合わせて過去問講座を受ける過去問講座を受けて復習をしっかりやるで、それが入っているかどうかの確認を毎週やっていく これを全科目、全範囲やってきます。1月から3月まで、こちら全12回で行うことによって、3ヶ月で全ての科目の復習ができます。年内でやったことを年明け3ヶ月で一回しするんです。はい、そして4月以降、4月以降は本番さながらのテストが行われます。 生鮮討論ファイナル編。こちらについては、この試験の午前科目、午後科目をバラバラにやっていきます。いきなり全部をやると、こちらはやっぱ疲れてしまいます。なので、まずはファイナル編。午前科目だけの回、1、3、5。午後科目の回、2、4、6となっています。まず午前だけの試験、午後だけの試験をやっていこうと。 本番と同じ順番、同じ分量同じレベルのものをやっていきますでこれが慣れたところで1日で全部やる。全国公開模試全国スーパー公開模試というもので一日フルセットでやっていくそういう模試をやっていきますそして最後に7月の本試験に挑んでいくとこちらあのテストこれもテストです 生および同時配信の方であればだいたい土曜日曜に設定します毎週土曜日曜はずっとテストを受けて本番を迎えるこれが年明け以降の学習と思ってくださいこの試験には卓越だけなく期日もありますこの期日対策本格的に行うのは1月以降です1月から期日レベルアップ講座と,というもので私が指導していきます 具体的には紙を一つ一つ見ながらこの紙はどこを見るのがいいのかと。またこれを見たらどういう処理をすればいいのかと。まさに解き方をゼロベースから説明します説明するだけではありません途中途中じゃあこの紙見たら何やるんだっけやってごらんという形でどんどん皆さんに実践してもらいます20回かけてやり方を聞き実践して自然と 解き方を身につける。これがこの記述レベルアップ講座、全20回ということになります。これが私が担当する全日天王家講座、年明けのカリキュラムになります。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。